はい、どうも中村です。ということでですね、今回ワークマンであったか系のインナー購入しましたんで、こちら紹介していきたいと思います。こちらですね、メリノウール 100% ということで、割とね、このメリノウールっていうのはね、有名らしいんですけど、僕全然知らなくてですね、いろんなね、ヒートテックとか、ああいう感じ系のね、やつは毎年使ってはいたんですけど、メリノウールっていうのは買ったことなくて、今年ちょっとね、気になったんで購入してみました。このメリノウールって何かっていうとですね、ウールの中でも最高級のものでメリノ種の羊から取れる天然素材ということでですね、メリノっていう羊の種類みたいですね。でもウール 100% なんですけれども、そのなんかセーターとかみたいな感じじゃなくて、あまりチクチクしないらしいです。なんか糸が細くてチクチクはしないという、評判を聞いております。でストレッチ性に優れてたりとか、なんかね、ワークマンでもこれじゃなくてもっとあったかいっぽいやつあるのはあるんですよね。でもなんかこう汗かいた時に汗冷えするというか、汗かいたところが冷えて寒くなっちゃうやつがあるんですけど、僕はUberEats の配達で使おうと思ってるんで、微妙にやっぱ汗かく時あるんですよね。日によっては全然ね汗かかない時もあるんですけど、たまにやっぱりその忙しい時とか階段のね上がり下りが多い時とかはやっぱ汗かいたりするんで、その時に汗かいても汗冷えしないような感じっていうので、メリノウールというのが興味がありまして購入してみました。はい、ということでちょっと袋から出してみましたけれども、形はねごくごく普通のインナー的な、でもあれですね、このラグランスリーブっていうのがちょっと変わったところかもしれないですね。もしかしたら腕は動きやすいと思います。で思ったよりもねこう薄いですね。大丈夫ですかね。なかなかそんなに分厚い感じではないですね。でこの袋にもねこの厚さレベルみたいなのがあって、生地の厚さレベル3ということなんで、厚くもなく薄くもなくっていう感じではあるんですけど、僕的にはちょっとなんか薄いなっていう感じですけど、袖がこういう感じですね。袖がこんなんで一回着てみようかな。はい、そうですね、薄いけど確かにあったかいっぽいはあったかいっぽいですね。で、チクチクそうですね、僕結構ね敏感肌なんですよね。もしかしたら肌が乾燥してる時だったらチクチクするかもしれない。まだわかんないですけど、もしかしたらそうですね。でも思ってたよりかはそのなんていうんですか、セーターみたいなウール感っていうのはないですね。今はね部屋の中なんで、そうですね、あったかいのはあったか、ちょっと若干汗ばむぐらい、あったかいなこれ。でもちょっと一回配達してみましょうかね。そうですね、外出ないと分かんないですねこれね。はい、ということでですね、今時刻が夜の12時過ぎとなっておりまして、寒い時間帯でですね、今まで UberEats の配達やってたんですけど、だいたい4時間5時間弱ぐらいか、Uber やりまして、ずっとバイクに乗りっぱなしの状態が続いております。で、今ですね、そのメリノウールですね、メリノウールを一番下に着て、でその上にねちょっとあんまりにも肌着っぽいさがあるんで、薄手なんでね、一応こうもし上着脱いだらあかんから、普通の白い T シャツですね、T シャツ1枚と、でそれの上にこの、同じくワークマンのフライトジャケット1枚着てるだけで、バイクこの時期に乗るにしては若干寒いかもなっていうぐらいの感じで、着たんですけれども、全然って言ったらあれかな、いけますね。めっちゃあったかいとかではないです。めっちゃあったかいとかではないですけれども、UberEats の配達してる時はちょうど良かったって感じですね。なんか配達してる時の方がやっぱあったかいというか、その服じゃなくてね、体温が上がってるのか、なんか配達してない時はちょっと肌寒いような感じするんですけど、配達してる時は逆に汗かく時とかあるんですよ。階段バーって登ったりとか、今日もね5階まで階段ダッシュしましたけれども、そういう時はちょうどいいぐらいですね。やっぱ暑すぎてもですね、暑すぎてもっていうか、こう汗かいて汗がこう抜けないとベタベタして、なんかやっぱ気持ち悪いんですよね。だからそれは全然ないですね。汗かいても大丈夫っていう感じで、で結構その生地自体が薄手で大丈夫かなと思って、で着た瞬間の感想で言うと、それ別にあったかくないんですよね。そうなんですよ、あったかくないんでこれやばいかなと思いながら、家出たんですけれども、実際になんか不思議な感じですね。あったかいわけじゃないんですけど寒くないって感じですね。今ちなみに10月の末なんですけど、今ぐらいから11月ぐらいとかにはちょうどいいんじゃないですかね。で今薄着でやってますけれども、これの間に例えばトレーナー1枚挟んだりとか、インナーになるような薄手のダウン1枚挟んだりとかすれば、まあまあ真冬でももしかしたらいけるんじゃないかなっていう感じというか、まあどうやろうな、なんかヒートテックとかああいう系とはまたなんかちょっと口で説明できないですけど、なんか違いますね。で薄手なんで動きやすいのは めちゃめちゃ動きやすいっていうのと、結構肌触りはなんか僕チクチクしたらどうしようかなって、ほんま肌弱いんですよ僕、敏感肌なんでチクチクするかなと思ったんですけど、それは全然ないですね。チクチクしないどころか、なんやったらそのヒートテックとかああいうのよりなんか着心地というか肌触りがいい感じですね。でこのメリノウールっていうやつがですね、僕あんま知らなかったんですけど、いろいろ調べてみるとですね、アウトドア系ブランドとかから洋さん出てたりするんですけど、結構ね高いんですよ。安くても6000円7000円とか、高いの1万超えたりとかで、ユニクロでも2、3000円多分すると思うんですよね。なのでこのワークマンの1900円は結構リーズナブルなのかなと思います。だからまあ1900円なんで、ちょっともう1個買おうかなっていう感じで、あとこれシリーズ洋さんあったんです。タイツもあるし、帽子とかネックウォーマーとか靴下とか、このメリノウールシリーズがいっぱいあったんで、ちょっとそうですね、ネックウォーマーとかも買ってみてもいいかなと思っております。だからあれですね、個人的には全然買ってよかったなっていう感想ですね。そんな感じでですね、またこういうワークマン系もそうですし、バイク系、ウーバーイーツ系、いろいろ動画出していこうと思っておりますので、ご興味ある方はぜひチャンネル登録してご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。